ムハンマド・アフマド・アル,イコールマフディ・ムハンマド・アフマドは19世紀末、スーダンの宗教家、1881年に救世主を意味するマフリィ宣言を行い、いわゆるマフディ運動を開始した。エジプトで起きた、ウラービー革命に抗をするかのように発生した。この運動は、欧米列強、オスマン帝国、ムハンマド・アリー朝の三重の支配に抑圧された、当時のナイル教国に、 終末論と救世主を待望するセンチメントがあったことを背景とし、スーダンに初めて出自、出身地域、所属教団に囚われない民族意識をもたらした。ムハンマド・アフマドは全名をムハンマド・アフマド・イブン・アイコール・サイード・アブ・ドゥ・ダーフ、イブン・ファフルを辞任した。彼の宣言は、トルコ・エジプトの支配者がシータた圧制に対する怒りが、 スーダンの人々の間に広がっていた時期になされ、当時のスーダンの様々な宗派的セクトの間で人気のあった旧正思想を利用したものである。ムハンマド・アフマドの始めた運動はマフディアヤと呼ばれる。マフディアヤは西アフリカにおけるマフディー運動にその先行例を見出せる。また、ワッハーブ派やその他の禁欲的な宗教改革派の影響も受けている。 これらの宗教改革派はイスラーム復興主義とか復古主義などと呼ばれ19世紀を通して増大したヨーロッパ列強の軍事経済的優位に対抗して育っていた。ムハンマド・アフマドは1881年6月にマフディ宣言をした後、当時スーダンを支配していたオスマン帝国のエジプト地方政府に対して前線し、1885年1月に ハルトゥームを陥落させた。この間に、マフディアに関する多くの宗教的あるいは政治的なドクトリンが設定され、また、急成長するマフディ支援者たちに向けて交付された。ムハンマド・アフマドは、ハルトゥームを占領して、ほんの6ヶ月ばかりが経った1885年6月22日に、病死した。神聖マフディ国家の統治は、ムハンマドのハリーファ。 アブドゥッダー・タアイシーに受け継がれた。ムハンマド・アフマドは、1845年8月12日、スーダン北部の町ドゥンクラーのラバブ島で生まれた。おそらくは、アラブ化した、ヌビア人の家系を執事とする。父親のアブドゥラーフ、ブンファフルは、船大工で身を立て、つましい暮らしをしていたが、その家系は、ハサン系のシャリーフだと主張していた。ムハンマド・アフマドがまだ子供の頃、 一家は、ウンム・ドゥルマーンの北にあるキャラリーという町に移り住む、ことにした。そこでは、父の仕事、船作りに使う木材が手に入るからであった。兄弟たちが、父の仕事を手伝うようになる中、ムハンマド・アフマドは、数とイスラームの教えを学ぶことにのめり込むようになった。彼は、最初、ハルトゥーム周辺のジャズイーラ地方にて、アミンスワイフ氏の下で学び、その次に、 北部の町バルバルの近くで、ムハンマド・ディカイル・アブダ・ラーフ・フジャリー氏の下で学んだ。スーフィーになって、神への崇拝と禁欲の一生を送ることを心に、決めて、ムハンマド・シャリーフ・ヌーレッダ・アイム氏を探し始め、1861年に、ついに訪ね当てた。彼はスーダンにおけるイスラーム神秘主義の一派、サンマーニーや教団の教祖の孫にあたる人物である。 ムハンマド・アフマドは、ムハンマド・シャリーフ氏と7年間を共に過ごした。この間の彼は経験で禁欲的な日々を送っていたと考えられている。1870年に、ムハンマド・アフマドの一家は再び木材を求めて移住した。今度の移住先は、ハルトゥームから白ナイル川を150キロメートルほど遡ったところにある島、アーバー島であった。その島で、 ムハンマド・アフマドはモスクを建て、聖典・クルアーンを教え始めた。素晴らしい説教をする偉いスーフィーがやってきたと、彼のことは、島の住民たちの間で、たちまち評判になった。ムハンマド・アフマドの思想は、クルアーンの原点に立ち返り、そこから少しでも外れるものは、異端とみなすという原理主義である。1872年に、シャリーフ氏に招かれて、 アーバー島近くにある白ナイル川沿いの村、アラーダイブに移り住んだ。ムハンマド・アフマドとシャリーフ氏は当初のうちこそアラーダイブ村で友好的な関係を続けていたものの、1878年には言い,い争いを始めてしまう。原因は、かつての弟子が次第に集合を得ていくのを黙って見ていられなかったシャリーフ氏にあった。二人の宗教指導者の間のいさかいは、 それぞれの弟子たち同士の暴力的な争いにまで発展した。師弟は一時的に相違点を認めて和解したが、この経験を通して、ムハンマド・アフマドは同士に明らかな誤りがあることが分かった。二人の男の間にくすぶっていたわだかまりは、シャリーフ氏の息子のカツ祝いの宴会の席で再燃した。ムハンマド・アフマドが株音力は受け入れられないと言い,い、抗論となった。 二度目の異世の結果は、ムハンマド・アフマドのサンマーニーや教団からの追放であった。かつての弟子は、シャリーフ氏に数えきれないほどの謝罪をし、情に訴えたが、許されることはなかった。ムハンマド・アフマドは、シャリーフ氏との決裂が修復不可能であることを悟ると、サンマーニーや教団において、シャリーフ氏と同じくらいの力を持っていた、もう一人の指導者、 クラシーはドザインという名前のシャイフに近づいた。年老いたシャイフは待ち望んでいたかのようにムハンマド・アフマドとその仲間たちを受け入れた。新しい市の下でアーバー島で行っていたような信仰と修行の日々を再開したムハンマド・アフマドであったが、この時期に一度彼はハルトゥームの西方にあるクルドファン地方へ旅行に行っている。旅先では中心都市、 ウバイドの有力者たちのもとを訪れた。彼らは、クルドファーン地方の支配権を主張して争う二人の人物の間で、権力闘争に明け暮れていた。ムハンマド・アフマドは、そのような地域の支配層のみならず、普通の人々に対しても、説法を聞きに来た人なら誰にでもバラカを授けた。このような誰にでも分け隔てのない彼の態度は、彼の評判をますます高めることとなった。 1878年7月25日に暮らし、ワドザイン氏が亡くなり、弟子たちは、ムハンマド・アフマドこそが自分たちの新しい指導者と認めた。また、カリフ・アブダラヒコとアブドゥッダ・アー・アイシーと知り合ったのも、ちょうどこの頃である。1881年6月29日、ムハンマド・アフマドは、自分が、 聖しるべ者であり、来たるべき預言者イーサーの再来に備えて、道を整えるべきことを公式に宣言した。それは、飛び抜けたスーフィーのシャイフとして、サンマーニーや教団とアーバー島の周辺地域の部族の中に、多くの弟子たちを持ったムハンマド・アフマドの集合が、なければあり得ない宣言だった。もっとも、マフディ国家を樹立するというアイデア自体は、ムハンマド・アフマドの宣言よりも前に、 サンマーニーや教団の思想の中心にすでにあった。全指導者、クラシーはドザイン氏は、待ち望まれている、お方、救い主は、サンマーニーや教団の教えを受け継ぐ、者たちの中から現れると断言していた。クラシー氏によれば、マフリーとなられるお方は、数多くの予兆を通して、 自らが救世主であることを自覚するであろう。そのような予兆のいくつかはイスラーム霊明期にすでに起きており、ハディースにもその旨が記録されているが、まだ起きていない予兆もある。それらは明白に土着的な性格を備えていると言ったとされる。また、マフリー到来の予兆として、彼がシャイフの子馬の背に乗るであろうこと、そして彼の死後にその墓を覆うドームが立つであろうことを、 予言した。ムハンマド・アフマドは、自分の支持者と敵対者の双方によく知られている、昔ながらのスーフィーの儀式を引き合いに出して、私は、予言者たちの集会、ハドラ・ナバウィーヤにおいて、マフリーに指名されたのだ、と主張した。タサウーフにおいてハドラは、アーダムからムハンマドに至るまでのすべての予言者だけで、なく、存命中に、心的な高みに達したと思われたスーフィー聖者たちも、 大勢が集まる集会を意味すると観念される。ムハンマド・アフマドが原始したハドラは、サイード・ウルジュードつまり、神との合一を果たしたサイードとして知られる預言者、ムハンマドが取り仕切り、その側には7人のクツブがいた。その中で最もと市さの男は、ガウス・ザ・マンであった、という。マフディアの信仰体系において、ムハンマド・アフマドに、マフディの称号を与えたのは、 この神秘的なハドラに他ならなかった。マフディーヤにおいては、ムハンマド・アフマドが予言者、ムハンマドの心臓の中心で聖なる光の中から生み出されたとか、マフディーヤが永遠にして全宇宙の母体であるとか、生きとし生けるものすべてが生まれた時から、マフディーの主張を知っているなどといった多くの中心競技があったが、それらすべての源となっていたのが、このハドラであった。 イスラームの布教が始まったまさにその黎明期、ムスリム共同体であるウンマは預言者ムハンマドと、正党カリフたちの指導のもとに一つにまとまっていた。ムハンマド・アフマドはマフディーヤにその頃への回帰という枠組みを与えるため、自らのマフディ宣言と預言者の辞責との間に、多くの対象関係が構築されるように不信した。例えば、彼は自分自身のことを、 ハリーファラスールッダーつまり、神の預言者の代理人と言及するとともに、側近4人をアブーバクル、ウマル、ウスマーン、アリーと呼んだ。さらには自分に従う、者たちを他のスーフィーのセクトの信者と区別するため、彼らをダルビーシュという言葉で呼ぶことを禁止し、アンサールという称号で言い換えさせた。マフディーに関する競技と伝説がスーダンの人々の心を捉えたため、 この原理主義的世界観は宗派を超えて広まった。これらの教義の多くは根拠のないハディースに由来したものである。もしくは歴史的東スーダンに古くからあった神話、シーア派の教義スーフィー的伝承文化が一つにまとまっていってできたものである。イスラームの生計の変わり目にはマフリーが自ら姿を表すと信じられていたし、その出現は 時の終わりを告げるものであると信じられていた。マフリーは、信仰に新たな息吹を吹き込み、分裂した運馬の再統一を成すとされ、その統治は8年間続くとされていた。そしてマフリーは、半球世衆、ダッチャールとの戦いで命を落とし、その統治は終わると信じられていた。ダッチャールはその後に、アイイコールナビーイーサーの再来により打倒されると、されていた。 ムハンマド・アフマドのマフディ宣言は、サンマーニーや教団や他の宗派の宗教指導者たちの間で信じられ、歴史的東スダーンの諸部族の間でも、部族の垣根を越えて支持が広がったにもかかわらず、正当的な宗教権威であるウラマーはこれを、嘲笑した。とりわけ激しくムハンマド・アフマドを批判したのは、オスマン帝国のスルタンに、忠実なスダーン人のウラマーであり、トルコ・エジプト政権に、 庇護されていた者たちであった。そのような裏ーとしては、ハルトゥームの高等裁判所の指導者であった、シャーキル・アル・ガーズィや、クルドファーン地方の裁判所の判事であった、アフマド・アル・アズハリがいる。批判者たちは、アルイコール・マフディー思想の詳細に立ち入って、これを否定することは慎重に避けた。彼らはむしろ、 自分こそがアルイコールマフリーであるというムハンマド・アフマドの主張は信頼できるものではないと批判した。彼らはムハンマド・アフマドの宣言がハディース文献に散りばめられた予言と一致しないことを指摘した。特に彼らが問題としたのはムハンマド・アフマドがドゥンクラーに生まれたという事実、彼がファーティマ・ザフラーの子孫であるという証拠を書くこと、神聖なアルイコールマフリの体に現れると、 予言されている特徴が彼の体には見られないこと、そして彼の宣言がハディースで予言された、地に抑圧、暴政、遠想の声が密、苦難の時代になされたものではないことであった。トルコエジプト政権の法的正当性へのムハンマド・アフマドの挑戦は、拡大解釈すれば、バーブ・アリーの支配の合法性を問うことにもなり、多くのエリート宗教者の反発を招いた。 その一方で、彼の唱えたイスラームの協議と実践へのラディカルな変革の中には、諸国のエリートでないイスラーム法学者の見解を二分させるものもあった。特に賛否両論を湧き立たせたのは、スンニー派の四大法学派の廃止や、タフシールの長い歴史の中から生まれた権威あるテキストのすべてを拒否するといった変革であった。その他にも信仰告白の文句に、 ムハンマドアルイコールマフディ、ハリーファラスールラーを付け加えることや、ムスリムの5つの実践義務に関して、順例に変えて、聖戦の実行を義務とし、6番目の義務として、マフディアを信じることを入れるといった改革をめぐって、彼らの意見は2分された。緑でハッチングされた部分が1885年時点のマフディ反乱の範囲である。ウラマーの助言を受けて、エジプトの治安当局は、 ムハンマド・アフマドを偽の教義を広めた罪で逮捕することにし、遠征軍を組織した。ムハンマド・アフマドはこの遠征に対して、ジハードを宣言することによって答えた。このことは当時のイスラーム法学者から非常に厳しく批判された。我はまさしく導かれし者、神の預言者の代理人であるぞ。不信仰者のトルコ人への納税をやめよ。 トルコ人を見かけた者は誰でもその命を取ってもよい。なぜなら、奴らは、不信仰者だからだ。ムハンマド・アフマド、他の宗教改革者と違って、ムハンマド・アフマドは、イジュティハードの実践を奨励することはなかった。その代わりに、神から直接暗示を受けたとして、自ら布告した内容を伝統的な、法学的解釈に置き換えた。 と言ってもそれは預言者ムハンマドを封印してその地位を奪うものではなかった。なぜならば預言者は何らかの方法でムハンマドアフマドに与えられる啓示を媒介したからであった。啓示は神の使徒から下る。彼は我を導くため我のそばに俺と神から使わされた天使なのだ。だからこの啓示から知り得ることは神が使徒を通じて 私に霊感を与えたものなのだ。ムハンマド・アフマド、アルイコール・マフリーのダーアワは、アルイコール・アンサールを自称した。彼らは、西洋人には、デルビー主と呼ばれた。アルイコール・マフリーとそのダーアワは、クルドファーンに向けて、長い道のりを更新した。そこで、アルイコール・マフリーは大規模な強戦を行い、運動への参加を呼びかけ、多数のアンサールを得た。特に、 バッカーラ人たちの心をつかむことに成功し、リゼーガト部族のシャイフ・マディッボイブン・アリーや、ター・アーイシャ部族のアブダリッダー・ヒー・ブン・ムハンマドといった部族長の指示を取り付けた。ベジャ人のハデンドアもダーワに参加した。東部スーダンのハデンドア族長、ウスマアン・ディグナは1883年にアンサールに馳せ参じた。マフディー運動の参加者がよく着ていた服を身にまとった。 スダーンの男性。ウンム・ドゥルマーンで1936年に撮影された写真。マフディ運動は1881年に北部スーダンで始まり、西部スーダンまで押し返された。ところがそこで、ヌエル、シルク、アヌワックの核部族の支援を受け、南部スーダンからは、バフルイコールルイコールガザ部族の支援も受けた。ここに至り、マフディ運動は、 局地的な運動ではなく、民族主義革命の様相を呈するようになった。他方で、東部スーダンと北部スーダンで信者を広げていたスーフィーのタリーカの一つ、ハティム教団は、アルイコールマフリーの主張を一旦であると知り添けた。マフリー軍は、ハティム教徒を攻撃し、カッサラーにあるサイード・アルハさんのお礼病を荒らした。アルハさんは、ハティム教団で崇拝されていたイマーム。 ムハンマド・ウスマーンがア,アルミールガニーにルハティムの孫である。ハティム教団の指導者は暗殺を恐れてエジプトに亡命せざるを得なくなった。1883年の後半頃、アンサールたちはアルバイドからさほど遠くないところでエジプト軍4000人と相対し圧勝した。彼らの武装は槍と剣だけだったが、この戦闘における勝利でエジプト軍のライフル銃や その他の火器を露覚した。マフリー軍は引き続きアルバイドの街を2ヶ月間に渡って包囲し、兵糧攻めにした。街が降伏した後は、ここにアンサールの本部が置かれ、以後、10年間近く、アルイコールマフリー屋の本拠地となった。今や4万人の軍勢に膨れ上がったアンサールは、イギリス人の将校ウィリアム・ヒックスに率いられた、エジプト軍8000人を、シェーカンという場所で打ち破った。 西洋人の視点に立つと、ヒックスの敗戦は、ダールフールの運命を閉ざしたも同然だった。南部のジャバルイコールカーさんも、アンサールたちの支柱に落ち、スーダンの二種半分が、アルイコールマフリーヤの支配下に入った。ダールフールは、ルドルフ・カールフォン・スラーティンによりの地に取り戻される。アンサールたちの勝利は、ウスマアンディグナ率いる遊牧民ハデンドアに勇気を与えた。彼らは、 航海に面したスワーキンの港を支配していたバレンティン・ベーカー大佐率いる小規模なエジプト軍を追い出した。イギリスはスワーキンを取り返すために4000人のイギリス兵を派遣せざるを得なくなった。遠征軍はジェラルド・グレアム少将が統率の任につき2月29日にアイコール・ティーブにてディグナの軍を破ったが2週間後にターマー・イーにおいてって言いたい反撃を受けた。 グレアムは最終的に任務から降りた。この地域から吸い上げることのできる利益の少なさから1883年12月にイギリスは北部のいくつかの町と港を除いてスーダンを放棄することに決めた。維持することにした町はハルトゥーム、カッサラー、サンラール、スワーキンであった。スーダンからエジプト軍と将校。 その他の外国人を撤退させる作戦の司令官に任命されたのは上昇将軍の異名を取ったチャールズ・ゴードンであった。彼はハルトゥームの総督に再任され、そこに籠城するエジプト人たちの撤退作戦も指揮することとなった。ゴードンは1884年2月にハルトゥームに到着した。アルイコールマフディヤに到惑していた近隣の部族の多くは当初のうちは、 彼の到着を看護の声で迎えた。北方への通行は依然変わらず行われており、電信設備も損なわれていなかった。しかしながらゴードンの到着直後に発生したベジャ人の放棄により事態は大きく変わった。通信の手段が飛脚に限られることになった。ゴードンは北へ通じる道が立てこもっている人々を救出するには危険すぎると考え、 撤退を支える援軍を回路から送るよう、イギリス政府に圧力をかけた。また、かつて自分の旧敵、アルズバイル・ラフマ・マンスールがスーダンを支配することを黙認することも提案した。これは、有能な軍人であったアルズバイルがアンサールたちへの有効なカウンターとなることを意図してのことであった。イギリス政府は、ゴードンの提案を二つとも拒絶したため、彼は交戦の準備を始めた。 1884年3月、ゴードンはエジプトへ通じる北方への街道の相当作戦に打って出ることにした。しかしながら、エジプト軍の将校の相当数が敵方に寝返ったり、たった一回の一斉射撃を受けただけで戦場から逃げ出したりした。ゴードンは守備的な作戦しか遂行し得ないことを悟り、ハルトゥームへ帰還し、陣地を築くことにした。 1884年4月までにゴードンは北方への長旅に耐えうる2500名余りの外国人の避難を何とかやり終えた。この避難任務を遂行したのはスチュアート大佐率いる機動部隊であったがハルトゥームに戻ってきた時には200名前後のエジプト軍人が減っていた。彼らはちょっとした挑発にも驚いて降参したり逃げ出したりしたためであった。 アンサールたちがハルトゥームに到着した時、ゴードンは完全に孤立していたが、防御工作のおかげで、町の内部への彼らの浸透は免れた。ゴードンは主に地雷を設置したのであるが、これはアンサールたちを十分に恐れさせた。スチュアート大佐は小規模な別動隊を組織して、ナイル川が増水する途方線を使って、バルバルの町を襲い、8月には一時的ながらも、 奪還に成功した。ところがスチュアートは新たな略奪のためにバルバルから移動してドゥンクラーを襲撃していた矢先死亡した。ゴードンはアルイコール・マフディ自身が彼に送った書簡を読んだ時に初めてその事実を知った。イギリス本国においてはゴードンの支援を求める世論が高まりグラットストーン内閣が最終的にガーネット・ジョゼフ・オルズリーに ゴードン救出を命じるに至った。ウォルズリーは、それ以前に発生したクーデタミスイ事件への対応で、すでにエジプトにイギリス軍を展開していた。大規模な不評戦力を組織することが可能ではあったが、不評ゆえに進軍に極端に時間がかかった。援軍が到着するまで時間がかかることを知った。ゴードンは、落打機兵で組織した遊撃隊を先に派遣してほしいとウォルズリーに、 手紙で催促した。遊撃隊は、ハーバート・スチュアート准将の指揮のもと、ワービィ・ハルファーを立って、バイユーダ砂漠を越えようとしたが、ベジャジンのバダウィー、ハデン・ドゥアの襲撃を受けた。交戦は2度にわたり、行われ、1度目は、アブート・ライフという場所での名で伝わる、2度目は、アルムタンマという場所の近くで行われた。2度の戦闘を受けてもイギリス軍の遊撃隊は、 法人を崩すことなく、保った一方、アンサールたちは、多数の死傷者を出して駆逐された。ハルトゥームから100マイル北方にあるアルムタウンまで、ウォルズリー軍の先遣隊はゴードンが派遣した4隻の蒸気船に遭遇した。蒸気船は、援軍の第一陣を速やかに輸送するため川上から送られてきたものであった。先遣隊はこの時、 町が今にも陥落しそうだという切迫した状況を伝えるゴードンの伝言を聞いた。ところがそのすぐ後に飛脚がやってきて、町はあと一年は持ちこたえることができるという伝言を先見隊に伝えた。彼らは後から聞いた情報の方を信じることにしてアルムタンマに止まり、その間より多くの兵隊が乗り込めるように蒸気船を回収することにした。 ウォルズリー軍の先遣隊は1885年1月28日になってようやくハルトゥームに到着した。そしてその2日前に行われたハルトゥーム包囲戦で街が陥落したことを知った。ナイル川の増水の季節が終わった頃、ゴードン河のエジプト人、レフテナント・ファラズ・パシャが水門を開き、そこからアンサールたちの侵入が可能な状態にした。これにより、 中流部隊は殺戮され、ゴードンは宮殿の階段のところでマフリー軍と戦った末に殺害された。遺体は細切れに刻まれ、首をはねられたが、これは元よりアルイコールマフリーの禁づるところであった。ゴードンの死球がアルイコールマフリーの足元に転がされたとき、彼はこれを木の枝が分かれるところに固定するように命じ。 その木の下を通る者は誰でも軽蔑を込めて、これを見ることができるように、小アッパどもがこれに小石を投げつけられるように、砂漠の鷹がこれの上を旋回しその肉をついばむことができるようにせよと言った。ウォルズリー軍は船で到着したものの、町の中心部へ向かおうと突破を心を見ると、火のつぶてが飛んできたため退却した。マフリー軍は相当戦を続けた。 カサラーとサンナールはすぐに陥落し、1885年の終わりにアンサールたちはスーダン南部の諸地域への共戦を開始した。今やイギリス領インドの植民地軍により強化された航海沿いのスワーキンとイギリスエジプト連合軍の手中にある国境沿いのワービ・ハルファーを除いてスーダン全域がマフディアへの援助者となった。 アルイコール・マフリーや今やスーダン人の手に取り戻されたスーダンにアルイコール・マフリーは政府を樹立した。マフリーやはシャリーやに変更を加え、多様な宗教指導者により代表されるイスラーム法廷がイスラーム国家の観点に従ってシャリーやを執行するようにした。そのシャリーやはアルイコール・マフリーが原始したものの中で神から伝えられた指示に基づいて、 アルイコールマフリーが創設したものであった。このシャリアによると、アルイコールマフリーへの忠誠は、真の信仰に不可欠なものであった。信仰告白の文句には、ムハンマド・アフマドは神に導かれし者、神の預言者の代理なりが加わった。五行のうち、八字が、ジハードに置き換わった。なお、多数派のムスリムたちの間において、 ジハードは信仰の中心にはあるが五行の一つで、あるとは考えられていない。アルイコールマフリーはまた、家系図や法律の本、進学の本を焼き捨てることを認めた。理由はそれらが旧体制に結びついており、信仰の共同体を犠牲にして、部族主義を強調するものであるからというものであった。ウンム・ドゥルマーンに再建されたムハンマド・アフマドの墓、 ハルトゥームの解放後6ヶ月経って、ムハンマド・アフマドはチフスにより亡くなった。彼の遺体は、ウンム・ドゥルマーンに埋葬された。アルイ・コール・マフリーは自ら西が訪れる時に備えて、代理となる者を3人選んでいた。これは、神の預言者、ムハンマドア・アブドゥル・ラーフの孤児に習ったものである。ところがそのせいで混乱が長く続くことになった。3人がそれぞれ、 出身地域の人々の指示を受けて、あやらそうことになったからである。混乱は、アブダラーヒーイブンムハンマドが、アラビア語を話しサッヘルに住む人々、バカーラ人の支援を受けて圧倒的に優勢になるまで、続いた。ハリーファと呼ばれたアブダラーヒーは、マフディアヤからムハンマドアフマドの家族や、子参の弟子たちを粛清した。ハリーファ・アブダラーヒーは、ジハードを通して、 マフディーヤを拡大するというムハンマド・アフマドの構想の実現に傾注した。しかしこのジハードは事実上隣接する諸法との関係の悪化を招いた。一例を挙げると、ハリーフ・アブダラーヒはエチオピア皇帝ヨハンニス四世から提案されたヨーロッパ人と対抗するための同盟を断った。エチオピア人の多数派はムスリムでないため、彼の目には同盟の価値が低いと映った結果であった。 それどころか、1887年には、アンサール6万人に命じて、エチオピアに侵攻させた。アンサールたちは、首都、ゴンダールにまでいたり、捕虜と戦利品を得た。ハリーファ・アブダラーヒは、すべてのエチオピア人が、イスラームに回収しない限り、敵対関係を終わらせたり、エチオピアと平和交渉をしたりすることを拒否するとした。1889年3月にヨハンニス4世は、 エチオピア皇帝個人の何をおいて軍に命令し、スーダンへの反撃をさせた。カッラーバートまで進軍したが、ヨハンネス四世が戦死し、エチオピア軍は降伏した。ハリーファ・アブダラーヒは1898年に、キッチナー将軍率いるイギリス軍により、最終的に打ちまかされる。ムハンマド・アフマドの墓は信奉者の聖地となるのを防ぐために破壊され、彼の頭蓋骨は、 キッチナーが戦利品として手に入れる一方、残りの遺骨はナイル川に投げ入れられた。頭蓋骨は後にワービ・ハルファーに埋められたと言われている。墓は最終的に再建された。フラッグレイシュを1にイギリスはムハンマド・アフマドが亡くなった後に生まれた彼の子供、アブドゥル・ラフマンあるイコール・マフディをマフディストの恩恵なリーダーとして重視した。アブドゥル・ラフマンは AI 領スーダンにおけるネオイコールマフディスト運動のリーダーとなったが、スーダンが独立を達成したとき、新生独立国スーダンの王になろうという野望を持っていた彼をイギリスは支援しようとはしなかった。1956年にスーダンが独立する前と、その直後、アブドゥルラフマンアルイコールマフディは国民政党に相当する運馬党を経済的に支えた。 今日のスーダンにおいては、ムハンマド・アフマドは、スーダンラショナリズムの先駆者とみなされることがある。ウンマ党は、ムハンマド・アフマドの政治的後継者を辞任している。ウンマ党の指導者で、スーダン首相も二度ほど務めたことがあるイマーム・サーディク、アルイコール・マフディは、ムハンマド・アフマドの夜叉後にあたり、ムハンマド・アフマドに忠誠を誓うアンサールたちの宗教的指導者でもある。ありがとうございます。